おはようございます。おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラでございます。今日はですね山口市の徳寺にありますルーツさんでですねライブがありまして、今日は大盛況と言ってよろしいですかね。大盛況でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ店長から自己紹介お願いします。店長のリオンです。はい、上野リオンさんでございます。はい、はい、補佐の上野ひろこです。ひろこさんは前回もね、一度出てくれました ね、うん、11月の下旬ですか。実は親子なんですよね。親子なんです。よくあの兄弟とか姉妹って間違えられますか。はい、間違えられますすごいですよね。いやもう今回あのルーツでライブさせていただきまして、うん、僕は初めてでしたね、うん、前回ね山口でライブした時はまだお店を開店する前で、うんうん、ようやくもう何ヶ月になります。2ヶ月半ぐらい。あ、もう2ヶ月半、うん、どうですか。あの2ヶ月半やってみて今手応えは。手応えはすごいあります。え、すごいある。うん、すごいある。もう店長が言ってるんで間違いないですね。どんな、まあ、あの沖縄の皆さんとか僕のファンの方に紹介するとしたら、ルーツはどんなお店だというふうに紹介いたしましょうか。うん、名前の通りルーツ、うん、いろんな人のルーツになってほしいっていうコンセプトなんですけど、いろんな人が集まってほしい、いろんな人が集まってもらうために美味しいことと美味しいだけじゃないことをやってて、まあ、美味しいことがカフェとかランチ営業の美味しいご飯を出すっていう、まあ、そこでコミュニケーションを取ってもらったり、一人で来た人は自分と向き合ってもらったりする時間にしてもらって。なるほど。で、美味しいだけじゃないことは今日やったライブみたいな、ライブで来た人がこう仲良くなったりとか、まあ、そこからいろんなが広がっていきたいなっていう場所の提供ですね。そうそうそう、場所。補佐は何かこれに何か付け加えることありますか。だいぶ説明が上手だね。え、なんか見守れる感じで僕も聞いてましたけど、だいぶ上手になりましたね店長ね。それがなんか一番だいぶ鍛えられた。だいぶ鍛えられた。鍛えられた。でも本当にあの僕もね、今日あのお昼とそしてライブ後もいただきましたけども、食材にはめちゃくちゃこだわってるじゃないですか。はい。ねえ、はい、いやびっくりしました。ねえ、今日あの僕が嬉しかったのは、あの地元の方がですね、あのルーツの、あのインスタを見て、ライブを見に来てくれたとか、そういう地元の方もがこうやって少しずつ増えてくると、なんかやりがいがあるんじゃないですか。ありますね。ねえ、本当にそう。知り合いの集まりだけではなくなった感じが。ねえ、しかもなんか今日のライブの盛り上がりは何なんですかあれ。すごかったですね。めっちゃ良かった。なんか一生懸命ね、皆さんが盛り上げてくださって、しかも今日あの僕が今日持ってきたですね、ツアー中に持ってきた T シャツ完売しましたよ。そしてなんと、上野ひろこさんはですね、なんと今日が、あ、そう、はい、年齢は言わない方がいいか。いやいや言っていいよ。48歳。48です。おめでとうございます。4月8日で48歳。あ、本当ね。ねえ、なんか語呂合わせによくて。本当や。しかもお釈迦様の誕生日も4月8日なのね、なんかいろいろめでたいですね今日はね。いやー、そして今日はあの一緒にやってくれたオープニング務めてくださった、シドウェル・アキラ君もですね、なんかかっこよかったね。よかったね。え、なんか本当に今日はいろんな、あのここで語り尽くせないようなことがたくさんあってですね、ぜひあのぜひですね、あの僕のお客さんもですね来てほしいです。あ、で、まあ、僕のわがままを寄せてもらえばもう、あのもう年末のツアーも決まっちゃったもんですから、あの中国地方、四国が、またできればいいなと思ってます。もうやるしかない。やるしかない。やるってことなんだ。ありがたいのは、あの初めて去年山口でやったお客さんが、ね、その後あの神社でやったでしょ、春日神社、あのマルシェ、あの時2回目来てくださって、また今回も来てくださって、しかも今度はお友達を連れて増やしてきてくれたっていうのは、もう本当にやりがいがあって、
そしてみんな最後冗談言いながらですね、なんかこう宮川さん宮川さんっていうの宮川さんなんていうのオーナーさんっていうのこのお店のオーナーの宮川さんもなんか今日の後明日か明日からゴルフあるみたいでなんか今日流れ星ピューで頑張ってみたいこういう感じですごいですね。なんかそういうふうに言って僕の歌をですねそうやってねなんか口ずさんでくれるのが嬉しいでございます、うん、はい、ということでございまして本当にまあ本当に今回まあ、ラスト前のですねこのツアーラスト前のですね、ライブでしたけれども本当にお世話になりました。ありがとうございました。いい全然違った ね、なのでもう本当に僕も言い残すことはございません。はい、ということでなんかもっと本当はこの空間のこともね聞きたいんです。また次回以降で、まあ、本当に僕はリオンちゃんを見守るような感じでですねもうねもうなんかうんうんってだいぶ上手くなったね、はい、これからもっと上手くなるね、はい、でこのまま10年20年いったらすごいね大物になるね。リオンちゃんね期待してます弱そういや弱そうじゃあいいですか、はい、じゃあ僕 のこの動画でいつもサラバンジって言ってるんですよ、うん、今日も一日サラバンジ、うん、絶好調って意味ですので、はい、じゃあ今日3人で、いきましょうか、うん、いきますよ、はい、今日も一日サラバンジ、イエーイ大成功でした、バイビー。